花彦の部屋ということで、おりちゃんいつもいつもご苦労様です。本当にね、やっと来ましたね、2人でやっと ね今日は誰にも邪魔されないぞって顔をねしてますけど、七次郎兄ちゃん。僕らの番組ですから。そうなんですよね、いろいろチャチャが入っちゃってたんでね。この前なんかさっき入ってきてさ、じゃあこれやってくださいみたいな。いや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 、俺らの部屋なのにさ、ミキラブはミキラブでやってるじゃない。そうトークしたいんだよね、トークをすごいしたいから。それやってるのにさ、いきなりさ、うん、なんか自分の番組ですよみたいな感じ。まあまあまあ、でも今日はだからいっぱい喋りましょうよ。いや今日はやろうよ。今日七次郎お兄ちゃんの恋愛話でも何でも聞く。あのだからさ、うん、1回目さ喋ってたやつあったじゃん。喋って喋って、あの喋って面白いやつね。そうそうそう、アナジロお兄ちゃん面白かったやつ。あの喋りをやりたい。あ、そうそうそう、あの面白い話しようよ。あ、ちょっとアナジロお兄ちゃんなんか、ね、司会になんかあれ、それなんかなかったっけ。いや、あるんだよ。 あるんだけど、うん、それよりもなんかもっと気になることが起きてんだけど。来ちゃった先生、こんばんは。嘘でしょ、来ちゃったよ。またまたデジャブ2回目だこれ。じゃあちょっと、いや、はい、じゃあちょっとってこと。はい、よしよしよし、いやいや、行くか俺。よしよしよし、番組ジャックだからね、これもうほとんど。いやいやいや、ほんとですよ。先生いらっしゃい。待ってくださいよ先生。どうしたんですか今日は。いや今日は、うん、いつも、うん、アナジロー君が体を張ってくれているから、うん、確かにお礼をしに来ました。ええ、お礼。お礼。先生お礼っていうとなんか、嘘でしょ。アナジロー君が一番喜ぶものを持ってきました。現金だよ現金。ですね。そう、そりゃそうですよ。え、そうって。そう、現金。現金持ってきたの先生。え、アナジロー兄ちゃん急に。前先生ゾゾタウンの人。違います違います、ミキラボの方です。ミキラボの方。ミキラボが持ってきて束をくれるのも俺に。可能性あるんじゃない。そう、でも、うん、まあちょっとね、タダであげるわけにはいかないかなって。そうね、いや、わけがわかんなくせっかく、まあせっかくね、せっかくだから、うん、ミキラボだから、ね、やっぱね、なんかちょっとやるんじゃない。そうそうそう、なんか対価をもらうときはやっぱそれぐらい。そうそうそう、急に主従関係できたな。急にだな。急にシビアになってきましたよ。で先生、え、お兄ちゃんには何をやってもらうのかな、はい、これは。これはね、今日はもう卵を使います。ほう、え、でオムレツかなんか作るの。作ると思う。これ現金が入ってるんじゃないの。誰かに現金入ってるとか。おじゃさあどうでしょう、うん、そう期待するぞ俺は。キャッシュになるとテンション上がりすぎだろ本当に。上がりすぎで現金趣味ですかね。現金趣味ですかね。で先生、その卵を。そう、何これ。卵を30秒以内に何個割れるか、うん、そして1個割れたら、うん、1000円差し上げます。いや、ちょっとちょっと、簡単じゃないの。お兄ちゃん、これめっちゃ簡単なんじゃない。すぐいけるよ。待って、ちょっと待って、 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 万円。1万円。1万円。1個1000円つったのになんで1個1万円。あの都合よくね、変換した癖があるからねお兄ちゃんね。でも前澤社長だったらこれ1個10万円、ね、前澤社長いいんだよもう。じゃなくてお兄ちゃんだって怪力の持ち主だからね。卵1個割るなんて簡単でしょ、はい、そう。でもちょっと一つだけ条件があって。お、なんでしょう。片手でこういう風に包んでグッて。いやでもお兄ちゃん怪力だから余裕でしょ。片手ででしょ。おで包んでギュでしょ。全然余裕じゃないですか。めちゃめちゃ余裕なんですけど。お兄ちゃんやったじゃん。そうだから1個1000円だから、はい、いいかなって思って。はい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 、はい、やったじゃん、はい、お兄ちゃん楽勝じゃん今日。これなんていうの、綺麗に割んなくていいってことですよ。まあもう普通に割れたら OK。 本当にね、うん、現金で差し上げる。本当に、はい。これ先生逃げれないからね。うちのお兄ちゃんキャッシュにはすごいあのこだわりがあるから。いやいや、お金しきじゃない、うん、キャッシュ先生からの。要はもうミキラボの研究費からあのちょっと減らしてもらえばいいから。そうそうそう、ちょっとこれまでかき集めた研究費出しますんで。どうやってクラウドクラウドファンディングでもしたのかな。頑張ったから今までね。はい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 、ちょっとね今日はお礼をと思いまして。本当に、はい、めちゃめちゃ嬉しいです、はい、じゃあお兄ちゃんあれだよ、僕らの番組も続けなきゃいけないからささってやっちゃいましょうよ。そんなの。そうですね、さっとキャッシュもらっちゃいましょう、はい、じゃあそれではやってみましょう。いや、ただ、あげないから。あげない、分かったよ。なんか自分ももらうやってたけどさ。でもいつも体張ってもらってるからさ。そうね、風船の時とか体吹っ飛んでたし。そうよ。だから今日はアナジロー救済企画っていうことでね。ありがとうございます。めちゃめちゃ本当ありがとう、はい、マジで。じゃあ早速準備しましょう。はいはい、ということで準備ができましたけど、はい、先生なんかルールの方ございます？はい、30秒以内に卵を片手だけで
割ってください。片手だけで。例えば物を使ってカンカンとかやったりとか、はい、なんかいろんなねこう小細工をねしたりとか。はいはい、いやいや誰が小細工するんだよ。なるほど。そういうのはダメです。もう片手だけで。30秒以内に割れた分だけ全部お年玉ということで。はい、そうです。へえ。絶対ですよ。はい、お兄ちゃんお兄ちゃん。はい。それどうなんですか。意気込みはどうです。いやいやもう余裕すぎてびっくりしちゃう。ですよね。これだとほら。ああ、ただの卵ですよ。ただの卵ですよ。おらら、それを割るだけで、うん、だけ俺の上で転がんだぞ現金がね。ああ今から潰すけどなっつってね。あ、じゃあもうこれもうやっちゃいましょうか早速。やっちゃうぞ。もう余裕じゃんお兄ちゃん。余裕ですよもう。目標は何個？満札ですよ。ってことは全部ですね。はい、オールストレートで割ると。これ最初持ってっていいですか？まあ、あのお兄ちゃん余裕そうだからもうそこはお兄ちゃんの自由でいいですよ。大丈夫ですか？これ全然大丈夫ですね。はい、2秒でいっちゃいます。だいぶ余裕かもしれない。いいですね。お兄ちゃんでもここは応援してるんで、はい、ぜひ頑張ってください、はい、じゃあお兄ちゃん準備の方よろしいでしょうか？見てくれ、わかるだろうよ。いいってことですね。いいってことだよ。余裕のよっちゃんってことですね。それではいきます、はい、30秒で何個割れるかいきますよ。よーいスタート。あれあれ、いやちょっとお兄ちゃん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 、地元じゃ表しとかダンプカーって言われてるんだから。いや、あの顔が割れそうになってるけど大丈夫。顔が顔たまっ、これ早く早く、もう20秒経過したよ。あと10秒、ちょっと早く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 、もっと本気出して、もう本気だよバカ。笑いいらないから、笑いいらないから、笑いなんてないんだよ。終了ということで、嘘だろ、お年玉救済企画の獲得金額が0円ということで。お兄ちゃんちょっと終了しちゃったけど、これ何やってんの？いや俺握力フリーザ並みよ。フリーザ並みね。戦闘力53番。ええなんで、ええ怖いんだよ卵が。ちょっと小細工してるんです。あ、小細工。え、あ先生なんかやった？これローとかなんかつけてんじゃないのこれ。お兄ちゃんいいとこ気づいた。してない。絶対ローとかでしょ。先生何本当にしてないの？本当にしてないです。今割れる本当に買ってきてそれを開けてるだけなので、うん、何もしてないです。え本当に割れる先生それじゃあ。いやマジで力入れてるからね。マジで力入れてる。うん。コンコンってやって。本当に、先生本当にそれお兄ちゃんが言った小細工。本当に。あれお兄ちゃん超簡単に割れてるじゃん。お兄ちゃん。いや嘘だ。何やってんの。お兄ちゃんそれ本気でやった。ちょっと待って。なんもない。いやなんか生命線が長いとか言うかと思ったわ。なんもないって来ると思ってなかった。どういうこと。そうこれは実は卵の形だと力が均等にかかるので割れにくいんです。こういうふうに握るとね。だけどこれを一点に力を集中させるとそこに圧がかかるので割れます。さっきみたいにコンコンってするってこと。コンコンってしたりとかピンヒールで踏みつけたりとか、うん、そういう圧力を。いや例えがすごいけど例えが、うん、嫌なことあった。あのね割れやすいんだけど、こういうふうに手のひらで握ることによって圧が分散するので割れないんです。へえ。じゃあ例えば親指で圧かけたらいっちゃうってことですか？あそうですね、圧力が一点にかかると。なるほど、親指だけ一点に集中すると。そうですね、こうすると割れにくい。はい、あの怪力を持ったアナジロお兄ちゃんでもフリーザと同じ握力を持ってる俺でさえやっぱ割れる感覚なかった。いや全くなかった。あの顔見て分かったもんな。うん、どっちがゆで卵か分かんなかったもんね。びっくりした。マジであれ思いっきり言ってたからね。で割れなかった、うん、あれら。ということで獲得お年玉は0円ということで、俺さこれ騙されたのかな。どう思う？いやこれ騙しでしょ。騙しでしょ。人の部屋に来てさ、やるだけやって、ありがとうねっつって、体いつも張ってもらってありがとうねなんて、餌で。じゃあ、スペシャルな用意しますキャッシュですなんて言われて、結果0円です。キンキンな女だ。本当に今感謝はしてるからね。あよかったです。でも先生これあ、ありがとうございます。ちょっと新しい発見ができてね。そうね、僕らも嬉しかったですで、はい、いや僕はただ悔しかったです。悔しかった。恥をかいたというかね。なるほどね。あんだけ思いっきりやって。 あれお兄ちゃん、ほらもう僕らの番組終わりの時間だよこれも。え、もう嘘。もう終わりの時間だ。嘘だろ。何しに来たんだよ。すぐ潰してきた。俺らやろうと思ってるのに。結局今日も乗っ取られちゃったけど。嘘だろ。
次回はまたちゃんと2人でやれるように頑張ろうね。いや、やろう、ほんとに。ということで先生、はい、今日はちょっと面白い原理のやつを持ってきてくれてありがとう。こちらこそ。はい、すごい悔しいです。じゃあみんなまた会いましょう。バイバーイ。ちょっといきます、そのまま近いってください。入れてるわ。今100だから、今100でしょ。あ、ごめん、最後120。いけいけ、あ、よかった。いい感じ、いい感じ、いい感じ、いい感じだ。死ぬ死ぬ死ぬって、お兄ちゃん死ぬ死ぬ、早くしてくれよ、もう終わりにいたのか。はい、オッケー。